丸物会館は愛知県豊橋市の豊橋丸物百貨店にあった映画館。1950年に開館し、1997年に閉館した。丸物投稿がリニューアルした1969年11月14日に舞台挨拶で来館した宝田明治1931年豊橋市発の百貨店として豊橋丸物が開店した。 太平洋戦争後の1950年には、区画整理の関係で、国鉄豊橋駅に近い駅前台通に移転し、鉄筋コンクリート3階建ての建物を新築。これを機に、3階に大英映画上映館として、丸物会館が開設された。映画館の運営は、シトセ劇場と同じく、シトセ工業。 当初は大英作品や洋画を上映していたが、1952年には大英に特化した風切り感となった。1957年には改装。1964年12月には4階に移転して、豊橋東宝映画劇場と上映作品を入れ替えて、丸物東宝に。4階時代は396人収容。 1969年11月14日には4回から6回に移転。この時のリニューアルオープン番組として、水戸コ門万有期と赤毛が上映されており、そのうち水戸隊に出演した宝田明が舞台挨拶で来館している。1972年には豊橋東宝に改称1973年には丸物本体との見解の相違から、 豊橋丸物は西武百貨店と提携して、同年11月23日に豊橋西部となった。これに伴って豊橋東方は豊橋西部東方に改称している。豊橋西部東方は1997年8月に閉館となり、さらに2003年8月10日には豊橋西部自体が百貨店としての営業を終えた。2004年には、 サーラグループが豊橋西部跡地を取得し、2008年には複合ビル、ココラフロントが開業している。戦後の豊橋市中心部に存在した映画館。ありがとうございます。